ゼネラルフーズコーポレーションの1937年の株券。ゼネラルフーズは現在はアメリカ合衆国の食品メーカーモンデリーズグループのコーヒーブランドである。1989年までは独立した食品メーカーのゼネラルフーズコーポレーションだった。1895年設立最終的な本社所在地はニューヨーク州タリータウン。 1895年1月、ジョン・ハーベー・ケロックの療養所で治療を受けていた CW ポストはカフェインの毒性を訴え療養所で飲まれていた代用コーヒーにヒントを得たポスタムを開発して製造販売会社をミシガン州バトルクリークに設立した。ポスタムはヒットし、ポストはシリアル食品などに事業を拡大した。1922年2月、 ポストの会社はデラウェア州に移転し、ポスタムシリアルに改名。1927年にはポスタムカンパニーに改名した。1929年、ポスタム社はゼネラルフーズカンパニーを買収、吸収し、自らはゼネラルフーズコーポレーションと改名した。1985年、ゼネラルフーズはフィリップ・モリスに買収された。フィリップ・モリスは1988年には、 クラフトフーズも買収。1989年には、クラフトフーズとゼネラルフーズが合併し、クラフトゼネラルフーズキログラムホース、現、モンデリーズインターナショナルとなった。これをもって、法人としてのゼネラルフーズは消滅した。2007年、クラフトゼネラルフーズは、スピンオフにより、アルトリアグループから独立し、社名をクラフトフーズとした。さらに二千十二年には、 モンデリーズ・インターナショナルと改名した。旧クラフトフーズがモンデリーズに改名時に北米事業を分社したクラフトフーズグループインクの子会社ゼネラルフーズ・インターナショナルがゼネラルフーズブランドを扱っている。1954年、日本法人ゼネラルフーズ株式会社設立。1960年代にはマックスウェルハウスコーヒーなどの販売を行った。 1973年には、味の素との合弁企業、味の素ゼネラルフーズ株式会社設立。ただし、ブランドとしては、ゼネラルフーズではなく、AGF を用いている。出資率は、味の素と、モンデリーズグループのクラフトフーズ、ホールディングシンガポールが50,50 50だが、2015年10月には味の素が、完全子会社した。 翌2016年、モンデリーズグループがオランダの企業と合弁で設立したジェイコブズダウ、エグバーツに譲渡されていたブレンディア、マキシムなどの商標を味の素が取得している。2017年7月1日、味の素ゼネラルフーズは味の素 AGF に称号変更した。東西食品がマキシムブランドを取り扱っている。ありがとうございます。